切れちゃったもん。もうなんかやる気なくしちゃったけど、もう撮るのやる気じゃん、まあいいや、撮ろう。なんでかっていうと、だから一度でも、一応、まあ好きになった人のことを悪く言って、あんま、やっぱ良くないと僕は思います。僕の個人的な感想ですけども、まあだって、好きになったから付き合ったわけだし、嫌いだったらもう別れればいいだけの話で、それを人に何か言わなきゃいけないほど何か我慢してたとか、そうやって自分の責任だと思うんですよね、自分ごとの。嫌だったらそのまあ普通に別れればいいし、その別れない自分が原因だと思うし、だから僕は僕は正直別れた恋人とかに関して悪く言ったことほぼないですね、ほぼ。言っても気分悪いし、そんな言っても、なんかこう、何もならないし、言ってなんかお金もらえるんだったら分かんない。まあ、どうなんだろう。まあそういう気もないし、言って得もないって言ったらね、損得で言ってるわけじゃなくて、倫理的な問題、人として、好きだから付き合う、好きじゃなくなったから別れる、もうシンプルなんですよ。なんか多くの人ってこう、好きだ、なんかね、我慢してとか、なんかこういろいろな理由で、その場でね、本人同士で解決すればいい話をなんかこう、引きずったりとか、それはだから、本人の、そのね、相手の問題もあると思うんですけども、それって本人の処理能力っていうか、本人の問題だと思うんですね。で、そもそも、そんな聖人君子おらんわって話じゃないですか。人間なんでいいところもあれば悪いところもあるし、俺だって、ね、なるべくね、聖人君子、俺だって、なるべくね、良き人でありたいと思ってますけども、俺だってね、たくさん人を傷つけるってだろうし、悪いところもあるだろうし、悪いところ見つけたらね、それこそキリがないんですよ。だから悪口を言うと、まあ、根本的な話、悪口を言うと自分に跳ね返ってくるわけですよ。だから俺はあんま悪口言わないし、言うとしたらまあ本人に直接言う。まあ、直接っていうのは公も含めてですけども、なんか陰でこそこそ言うんじゃなくて、相手に直接、もしくは公で、まあ、ツイッター上とか動画とかで直接言いますし、陰でこそこそ言うのはないですね。で、なんで陰でこそこそ言うと悪いかっていうと、まあ、そのね、別れた恋人とかも含めて、まあ、誰か友達でも、ね、同僚でも何で仕事でも何でもいいですけど、悪口言うと、何ですか、その自分に跳ね返ってくるっていうのは、あ、この人はこういう悪口言ってるっていうことは、私じゃない、私にこういうこと話してくれてるけれども、他の誰かで私の悪口を言ってるかもしれないっていう人になってしまうわけですよ。人を扱いされちゃうわけじゃないですか。だから例えばね、付き合うってなんかこう、元彼の悪口言われ続けてたら、あ、この人、もし俺と別れたら、私と別れたら、他の人に、ね、こういうこと言うんだって思われるじゃないですか。通常。まあ、俺様の場合は、もう本当に、しっかり付き合うか、ね、その前に俺が切るかなんで、しっかり付き合うってなれば、本当に、俺に惚れる、なんていうの、うろ惚れというか、まあ、俺だから話してくれたみたいな、俺だからそういう過去の嫌なこととか話してくれたっていうのもワンチャンありますけど、通常の民たち、通常の男女であれば、なんつうんだろう。その悪口言うってことは、ね、他の誰かに対して自分の悪口を言われてるって思ってた方がいいと思います。だから、そういう人って思われちゃうんで、だから、その、もう根本的に悪口、陰口って言わない方がいいんですよね。言ってしまうと、あ、この人悪口、陰口言う人なんだっていう認識にされてしまうし、まあ、そもそも論として、その、別れた彼女、彼氏とか、あ、この人、俺だから本当、別れた人の悪口言う、よほどのことされない限り、
まあ、刑事事件とか、まあ、民事、刑事事件じゃなくても本当にひどいことされたとかじゃない限り、言わんし、で、言うんであればもう裁判とかですよね、裁判沙汰。そのレベルじゃないとすれば、言うなんてね、人としてね、外道なんですよ、道に外れてるんですよ。そんなのはだってプライベートなことっていうか、お互い当人同士のことで、まあ、いいことも悪いこともあるわけですから、それを、ね、別れた後、ぐだぐだ言うっていうことはね、人との道に外れてるんですよ。それは、翻って自分に突き刺さってくるわけですよ。だって別にそんな言う必要ないですし、言うんであれば、お互い、ね、解決すればいいだけの話じゃないですか。それを解決できないことを言いふらすっていうのは、俺は、どうかなと思うんですね。で、仮にも、そう好きになった人、恋人、まあ恋人だから、ね、体の関係もあるでしょうよ。セックスもしたでしょうよ。ね、男性器も加えたり、女性器を舐め回したりしたこともあるでしょうよ。そういう人のね、悪口を言うっていうのはもう人として道に外れてると思うんですね。それは、そういう状況になってから言う。この人とはもう別れたから、もう関係ないんだ、もうそういうふうになったらもう言っちゃうみたいな。俺はそこで踏みとどまってほしいですね、テルキ教徒、テルキ塾生に関しては。もうこの人はもう関係ないんだと。もう悪く言ってもどうでもいいんだと。だからこそ、人として、節度を保つ必要があると思うんですよ。もうこの人も敵だから、別れたから、もう関係ないから、縁切ったからもう悪口言いふらしてやれって、もう、それ、ね、最下層の、人として最下層のやることじゃないですか。で、別れたりね、縁切るとかだったら、なるべくね、円満で別れたい。別れたいじゃないですか。別れたいですし、別れなかったとしても、もうこいつはもう、もうど、こいつはもう別れたからもういいとかなって、そういう、ね、それまではね、例えばね、好き好きみたいなの言ってたり、してね、それでそういう形勢が変わったら、もうこいつはクソだみたいな言ってたらもう、人として最悪じゃないですか、そんな。だからもう、辛い時こそ笑顔的な考えってあるじゃないですか。悪口言いたくなるような時こそ我慢するとか。で、もしね、悪口言うんだったらもう直接本人に言ってね、もう白黒はっきりさせるとか、別に、公で議論するとか。そうやったら、解決になるわけですから、それいいと思いますけども、解決にならないことは、あだこうだね、どっちか一方的な意見を言うわけじゃないですか、それも。ね、お互いの意見聞いたら、あ、ね、64であっちが悪い、46で73でこっちが悪いやとか、いろいろあると思いますけど、10-0っていうわけないとは思うんですが、めったに。でもそういうのって結局その一方的に言うんで10-0とか9-1みたいな感じになっちゃうじゃないですか。で、それでね、その片方だけの意見でわーわー言ってもしょうがないわけで、で、言うんであればまだね、私も悪かったけど向こうもこうだとかさ、そういう公平性のある言い方しないと、その人の人間性自体が疑われちゃうんで、だから俺はそういう話、そう結構ね、そういう話よく聞かされるんですよ。もう小さい頃から、小さい頃っていうか、なんつうんだろう。10代とかね、そういう時から言われる、結構聞かされたりするんですよ。俺だけに、わかんないですけど、俺だけなのか他の人にも言いふらしてるのかわかんないですけど、で、僕は結構そういうの口堅いで言わないんですよ。俺はなんかね、こんなヘラヘラしてね、なんか、政見放送であんなことやるぐらいの人間だから、なんか、人間としてクズと思われてるのかわかんないですけども、ベラベラ喋るのかと思われてるか分かんないですけど、分かんないです。どういうつもりで、あ、この人口堅いから言わなそうって言ってるのか、この人口軽そうだからこの人に言えば言いふらしてくれたろうと思ってね、言ってるのか分かんないですけども、結構言われるんです。これでほぼ言ったことないです。ほぼって言ったら言ったことあるんかいみたいになりますけど、それちょっと、100%ってことないかもしれないんで、僕も、で、言いふらすとかも基本ないんですけど、ないんですけど、なんか言わなきゃいけない、あ、身内の話だから言わなきゃいけないとか、そういうの、もしかしたらあるかもしれないんで、
まあそういう言い方しまして、もう基本は僕らだから言わないんですよ、そういう言わないんですけど、言わないんですけど、この人なんかこういうこと言っちゃうんだって、俺はちょっとがっかり感みたいなわけですよ。でも俺だから、でもその一方で俺だから話してくれたんだっていうのもあるわけですよ。まあ俺だから話してくれて他の人は話さないだろうなっていうふうに思うんですけども、その一方で、この人、この話俺にしちゃまずいだろうっていう話を、したり、ちょっとどうなんだろうって、まあそんなこと言わないですよ、本人に。で、本人にね、その時言われ、そういうね、状況じゃないから僕にね、こうこうこうで辛いとか、こうだ、ああだ言えるわけですよ。うん。で、もしかしたらね、俺に何とかしてほしいから、俺言ってんのかもしれないし。でもそれって、だから本当、だからそれも、その発想自体もクズって言ったら失礼ですけど、どうにもならないから、なんか俺に話して何とかしてもらおうとか、で、何とかしてくださいとも言わないわけですよ。だからまだね、こうこうこうで辛くてこうでこうで言ってくれたらもうね、じゃあやりましょうみたいな、言いましょうとかなんかあるかもしれないです。それも言わないで、わかんないです。まあちょっともよくもわかんないです。だから、いずれにしてもいいことないんですよ、その人にとっても。その人にとってもいいことないし、その付き合ってたね、人とかに対しても、あ、こうだったんだ、実は、みたいな。いいことないんですよ。いいことないです。だからまあ、まあでもね、本当だ、俺にだから言ってくれたとか、そういうのもあるんで、僕はだから俺様思考なんで、俺様だったら、まあ、口、ね、割らないから、まあ言っててもいいかもしれないですけども、俺様じゃない人にもし言ってるんだとすれば、俺様じゃない人ってのは俺以外の誰かにね、いや、お前そいつに言ったら口からそうとか言っちゃあかんやん、みたいな。だから俺はだから、手抜き教祖だから、手抜き塾塾長だから、教祖、塾長になったらね、言った方がいいかもしれないですけど、いや、なんかこの人、なんか親切そうだとか、この人信頼感ありそうとか、もうそんな人に言ったらもう、意外とそういう人が口軽かったりしたりね、情報握ってね、なんかこう、いろいろね、操作したりとか、そういうのありますから、だからね、言わない方がいいんですよ。だからもう、そうですね。だから危険ですね、言うのはそういうの。危険ですし、危険だし、自分の品格も落ちるし、言ったことで、なんつうんだろう、プラスにならないですね。自分も傷つくから。だって、じゃあなんで私そんな男と、なんで俺はあんな女と付き合ってたんだって、自分に刺さってくるんで、だから、俺はね、ほんとね、悪いこと言うよりも、俺はね、いいこと言うことが多いですね。こうこうこうでよかったら感謝してます。だから本当ね、俺別れた人に対してね、感謝しかないんですよ、感謝基本。で、それはね、悪いところを探せばたくさん出てくるとは思うんですけど、それ人間なんで、でも出てくるに決まってるんですよ。人間なんでってさっきも言いましたけど、出てくるに当たり前、決まってるものをわーわー言ってたら、それはね、やっぱ獣ですよ。人間じゃないですよ、それは。人間だから感情をコントロールして、だからもう嫌なこともあったけどいいこともあったっていう、そう前向きな部分、ポジティブな部分に焦点を当てない限り、その人はもうずっとその永遠にループしますよ。誰かと付き合っても何かあったら悪口言うとか、あ、こうだああだみたいな、永遠にループします。まあ、これはね、なんで気づくかっていうね、僕もね、あります、そういう、あいつはいつもこうだああだああだクソだみたいな言う、俺はだから、俺は悪口じゃなくて本人に俺はガガ言いますけど、毎回そのパターンがね、あ、わかるんですよ。あ、俺また今回もこうだってなると、あ、これは相手が悪いんじゃなくて、自分が悪いんだっていう風になってくるわけです。それはね、だから失敗ってね、悪いもんじゃなくて、失敗したことによって、あ、気づくというか、あ、俺も反省しなきゃいけないとか、私も反省しなきゃいけないってあるんですけれども、なので、そういう失敗した時に、その、ね、悪口言ってね、自分の品格や周りの品格を落とすのもね、そういう手段としてあると思いますけど、僕はいい答えじゃないと思います。そこでね、自分を見つめ直す。相手を攻撃する。相手を変えようとか、相手を低くするとか、そういうことじゃなくて、自分を高める。自分を高めるために、じゃあどう変えればいいか、自分はどう変わっていけばいいか、この経験、この反省をどう生かしていいかっていう方法に焦点を向けない限り、
もういつまで経っても同じことを繰り返しちゃうもので、本当ね、そういう人多いんです、正直。別に恋人関係とか、僕のね、恋人関係とかじゃなくてもね、相談とか、もう何でも、いろいろね、ありますけども、まあ、この僕がね、生きてきた中でね、多いですけども、それ結局ね、僕はね、言わないです。言わないです。あんま言わないです。言ってもね、本人はわかんないから。馬の耳に念仏じゃないけども、そのレベルになんないと、自分の言葉が通らないんですよね。こういうこと言っても、なんだあいつはってなっちゃうわけ。後藤正義何なんだあいつはってなっちゃうわけですよ。だから通らないんですよ。私こんな苦しい、俺こんな苦しいのに、あいつ何なんだみたいな、なんでわかんないんだって、あいつ、向こうが 100% 悪いだろうみたいな、そうなっちゃうんですよ。じゃあ 100% って言うけども、0.1% は悪くないんですかとか、1% は悪くないのか、5% は悪くないのか。で、そう考えてほしいですね。そうなった時に、そう考えられるかどうか。いやいやいや、俺私 0.1% なんだから、向こう 99% 悪いんだから、向こうが悪いでしょ、みたいな。ねえ、そしたらもう、変化ないわけじゃないですか。で、99% 悪いやつとね、そんな関係を持った、縁を結んだ、友達になった、勤めた、ってなったんであれば、自分もやっぱ、結構なパーセンテージが僕は悪いと思うんですよ。そんなものを選んでしまったわけですから。それ選んだのって、自分で選んだわけですよね。誰かから強制されて、付き合いなさいみたいな。ここに働きなさいって言われたわけじゃないです。それ拒否すればいいわけですから。拒否しないでずっとね、接触し続けてた。で、俺だったら、それ間違ったことありますけど、間違ったものを選んだらもう、断捨離です。すぐ、バッサリ切ります。まあ、俺もね、優しいんで切れない時もあるんで、切れない時もあるんですけど、大抵ね、切らないとね、もうね、悪化します。悪化するんですけど、やっぱね、そこでね、だら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 やってると、やっぱこう、そうなっていっちゃうんですよね。だから間違ったらすぐ変えればいい。変えないから、こうなる、そうなる。で、それは、じゃあ、100% 向こうが悪いですかって話になってくるんで、エピソードだけ見たらね、100% 悪いみたいな話し方もできるし、100% 悪いかもしれない、そのエピソードだけ見たら。でも、そこに至るまでのエピソードとか、そのきっかけだとか、経緯だとか見たら、あ、いや、この部分ではこっちが逆に 100%、90% 悪いよね、みたいなところがあって、その積み重ねで、向こうが 100% みたいな持っていき方ができるわけですよ。DV だとか、不倫だとかもそうじゃないですか。DV とか不倫とか、もう 100% 向こうが悪いみたいな言い方できるんですけども、その DV だとか不倫に対しても、そこに至るまで、じゃあ、こっちは全く悪くなかったか。そのきっかけを作った、その大きなもののきっかけの前には中ぐらいのきっかけ、そのきっかけの前には小のきっかけ、もうそのきっかけの前には極小のきっかけがあるわけですよ。そのね、たくさんの積み重ねで大きなトラブルになってくるわけですから、それを、じゃあどこが自分が悪かったのかっていうのを見つめ直さない限り成長はできないと思うし、ちょっと話の話もしましたけど、まあ、そんな感じですね。だからテルキ教徒、テルキ塾生はね、本当に、あるがままを受け入れてね、人を変えるとか、人を批判するとか、そういうことじゃなくて、自分をね、まず見つめ直して、欲しいと思ってます。だからね、僕がね、こうね、叩いたり、批判したり、諭したり、説教したりしても、馬の耳に念仏でね、ほんとね、届かない人は届かないんですよ。何言ってんだ、あいつはバカみたいな風にね、思う人いるんですよ、ほんとに。だからもう言わないです。その人はね、自分で気づくしかないんですよ。だから、これだから、お金をもらって、その、だからそれだからコンサルティング業ってあるわけでしょ。コンサルティングを誰かに頼んだりね、セミナーだとか勉強会行くわけじゃないですか。そこで嫌なことするわけでしょ。筋トレとかもそうでしょ。お金払って苦行しに行くわけじゃないですか。体もそうだし、勉強もそうだし。お金払ってわざわざ嫌なことしに行くわけじゃないですか。で、そこまで行かないと浸透してこないわけですよ。だから、通常でね、だから僕は無料でこんなね、YouTube で言ってますし、無料でね、そういうことありますけど、その状態、苦しい、何かこう、
トレーニングじゃないですけど、その勉強、学び、修行を、やらなきゃいけないわけです。うん、辛いです、しんどいです。でもそれを乗り越えないと、パワーアップしないじゃないですか。筋トレだってそう。学校の勉強だってそうじゃないですか。うん、何も勉強しないで100点取れますか？取れないですよね。勉強するから100点取るわけじゃないですか。勉強しても100点取れないわけですよ。まあ、80点、まあ、90点、80点かもしれないし。ね、あ、ちょっとね、全然勉強足りなかったらね、間違ったりしたら40点、30点かもしれないですし。うん、勉強しなきゃいけない。勉強って辛いじゃないですか。辛いことをしないと良くならないんですよ。学校だと分かりやすいです。学校だと点数が表示されるから。でも、人生、社会、実社会だと点数表示されないんですよ。表示されないし、科目も分からないし、なんで自分が苦しいのかも分かんないし、それを僕は、導いているわけですけども、で、これをね、聞いてね、本当に何言ってんだ、バカみたいな思う人もいるだろうし、あ、ハッとさせられたとか、そういうふうに思う人もいるわけじゃないですか。うん、で、それでね、お金払って、ね、じゃあちょっと相談させてくださいみたいな言う人もいるだろうし、いるだろうし、っていうか、いますし、何言ってんだ、バカっていう人もいますし、で、ね、俺じゃなくて他のね、なんか、精神科行ったりだとか、なんか別のね、なんかこうスクール行ったりだとか、いろいろあると思うんですよね。いずれにしてもなんか変わらないといけないわけ。うん、それがね、何かのきっかけになればいいと思って僕はね、こういうふうにやってますし、うん、だからその積み重ねですから。で、僕がこれを言ったことを言っても、今は気づかないかもしれないけど、何ヶ月後か、1年後には、あ、1年後また聞いたら分かるかもしれないし、そういうことなんです。だからまあ、そういうことなんでね、何かのね、参考になれば幸いです。もうちょっとね、本当ね、すぐ終わる話なんですけども、本当21分も喋って、で、ちょっとね、はい、以上です。ということで、後藤輝基、より愛を込めて、お前ら愛してて。